こんにちは、ごろくの最後までです。今日も参りましょう。今日も社畜の資産公開。まずは、日本の日経平均株価どうだったでしょうか。日経平均は、今日は 29,507 円で 0.35% 下がっています。そして、次、ニューヨークダウ。ニューヨークダウはどうだったかというと、ニューヨークダウは、0.56% 上昇している。ナスダックも 0.20% で、ニューヨークダウ S&P500 も 0.37%、ナスダック900も 0.08% 上がっているということで、全体的に、上昇しているということになります。そして、これを受けて私の株、保有している株を見ていくと、現在、これ楽天証券ですけれども、資産合計は3543万3011円です。評価損益が309万3747円となっています。そして、銘柄は日本株はもうあまり持っておりません。日本株はウエストホールディングス、タスキ2銘柄だけ持っています。そして他の銘柄でいきますと、テスラが10株持っておりますけれども、テスラが若干前日比で下がりました。そして、あと、Facebook、メタプラットフォームズ。これも10株保有しています。あと、新規で購入したのは、Nvidia を1株。そして、あとは、マラソンデジタルホールディングス10株。ファームホールディングス330株。アップスタートホールディングス150株。あと、インピクソン100株。シネダイム100株。オブスイバー100株。マイクロソフト10株。あとは投資信託でアイフリーレバレッジナスダック100を、2630口持っています。決算がラッシュで、決算好きでありますけれども、ファームホールディングス、アップスタートホールディングスはいずれも決算が近くなっています。それによって、購入する金額も変えていきたいと思っています。あとはテスラですね。テスラで、ちょっと最近早いテスラ株10株持ってますけれども、イーロン・マスク氏がツイッターで、これロイターですけど、ツイッター投票でテスラ株 10% 売却決定、賛成 58% ということで、保有するシェア株 10% の売却すべきか3票と投票ツイッターで行い、57.9% 売却を支持する結果になったということで、売却した場合はちょっと影響が出そうかなと思っています。なので、そのあたりもちょっとアメリカ市場全体における動向も確認しておいた方がいいかなと思います。今夜どうなるかをちょっと確認したいと思います。そして、それ以外ですと、ビットコインですね。ビットコイン、暗号資産ですけれども、暗号資産が、今上がってきていますけれども、総資産が今、日時総比でプラス108万2262円となっています。1日100万円ですね。で、純資産総額が今2105万4468円となっています。暗号資産ですね。そして、全体的に、ビットコインがプラス 6.89、リップルがプラス 3.94、イーサリアムが 2.59、ネムが 2.91、モナが 3.52。風に上がっているということです。材料は何だったのかっていうのはちょっと具体的なものはこれといったものはないんですけども、ただ、このようにね、朝方から少しずつ上がっていって、今のところ100万9791円となっています。で、月次損益は182万8784円、で、年次が1349万7519円となっています。ということで、今、暗号資産は調子が良くなっているということです。そして、新しく、コインチェック、これコインチェックですけれども、新規で購入したのは iOST はコインチェックと、あとエンジンですね。それをちょっと買ってみました。今が6万円分ぐらい購入しているという状況です。そしてもう一個が、こちらです。ビットポイント。ビットポイントは今16万6167円ですけども、購入しているものとしては、ジャスミーですね。ジャスミーコインと、あとは、イイダコインですね。この2つジャスミンとエイダですね。この2つです。これを購入しています。11月5日に購入しています。ジャスミンが10月にこのビットポイントに上場したと、取引できるようになったということで購入しています。まあちょっともし状況を次第なら買い増ししていこうかなと思っていますが、ちょっとまだどういう動きをするのか分かりませんので様子を見ていきたいと思っています。まあ、これはビットコインですけれども、ジャスミンはちょっと今下がって、ちょっとまだ値動きが安定しておりません。そしてエイダコイン、ちょっと横横している感じですかね。まあ、あくまでもこのビットポイントがこのジャスミンが取り扱っているということで、口座を開設しました。今後ちょっと様子を見て買い物するかどうかを検討していきたいと思っています。ということで、今日は先ほどもお見せしましたが、まあ、暗号資産が 30% ぐらい、まあ、現金預金暗号資産が 30%、株式が 50% という比率になって、総資産は7000万程度になっているということです。資産推移に関して言いますと、1年で見るとこういう感じですね。これで6000万からバーッと来て、今7000万あたりまで来ているということです。まあ、株式の割がだんだん大きくなってきているということです。これは仮想通貨、暗号資産が比率が高くなっているということで7000万を超えてきたということです。まあ、暗号資産は非常に値動きが激しいので、まあ、このようにこの通りもう5000万に行ってしまったり7000万に行ってしまったり。まあ、あまり値動きに一喜一憂せず様子を見ていくということになると思います。ということで今日はマスク氏の話と、あとはテスラが株式にどういう影響を与えるかということですかね。売却したことにするということでどういうことを影響になるかということをお伝えしました。あとは暗号資産が全体的に、上昇気流に乗ってきているということです。まあ、あとアファーホールディングス、アップスタートホールディングスが、決算が近いのでその状況も見ながらまた売却するか購入するかを検討していきたいと思っています。それでは今日はこの辺で、さよなら。